はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、久しぶりにザラと H&M の購入品を紹介していきたいと思います。結構久しぶりじゃないかなっていうふうに思うんですけど、実はちょこちょこお買い物していて結構溜まってきたので、まあ、紹介するなら今かなと思って、今日はそちらの購入品たちを紹介していきます。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまず H&M から紹介していきたいと思います。では一つ目がですね、今着ているんですけどシャツでございます。レディースはレディースなんですけど、もともとこういう感じで結構ねオーバーサイズなシャツになってます。カラーがちょっとくすんだブルーっていう感じのカラーで、オーバーサイズっていうのもあるし、このカラーも結構ねメンズっぽさが強いアイテムなのかなっていう風には思うんですけど、それが逆に可愛いなっていう風に思うので今回これを買いました。もともとオーバーサイズな作りなんですけど、私は一応 M サイズを購入しました。まあ、L でも良かったかなっていう風には思うんですけど、まあ、でも結構大きめなので、これ1枚でちょっと下短めのボトムスとか履いても可愛いかなっていう風に思います。素材はコットンなんですけど、すごく軽いし着心地がめちゃくちゃいいですね。若干透け感があるかなっていう感じなんですけど、こういうシャツはこれ1枚でちょっと短めのボトムス履いて白ソックスローファーとかっていうスタイルも可愛いし、これを羽織として着る感じも可愛いと思うので、中にキャミ着たりとかデニムとか下履いても可愛いし、サロペットとか着ても可愛いかなっていう風に思います。結構いろいろ着回しはできるんじゃないかな。はい、じゃあ続きまして2つ目がじゃーん、こちらでございます。結構ね、あの見た目のインパクトが強いんですけど、こんなハイレグのボディースーツですね。これは私1回着てストーリーにあげたんですけど、この、まあ、ハイレグの部分がすごい深いので、結構ウエストのサイドのあたりがガバッと開くタイプになります。まあ、なのでハイウエストのボトムス合わせても全然ここ見えるので、そこがまた可愛いんですけど、色のこの組み合わせっていうんですかがめちゃくちゃ可愛くて、ボディのこの大まかな部分はベージュっぽい感じ、グレージュっぽい感じかなになってるんですけど、このステッチがイエローなんですよ。これがねめちゃくちゃ可愛くて、めちゃくちゃ目立つかって言われたらそうでもないんですけど、よく見るとこういった細かい部分が可愛いトップスになってます。後ろもガバッと開いていてですね、今年の春夏はカットアウト、洋服の一部分がくり抜いてあるデザインだったりとか、オープンバック、背中がすごいガバッと開いてるような洋服が私も気になるので、これとっても可愛いなと思って買ってみたんですけど、着方がね難しいかなっていうのは思うんですけど、これも可愛さに一目惚れして購入しました。では H&M は続いてでラストなんですけど、ラスト3つ目がじゃーん、こちらでございます。これねすごく私気に入ってるんですよ。とてもオーバーサイズなジャケットなんですけど、ご存知の通り私すごくジャケットが大好き で、しかも最近の私の気分的にめちゃくちゃオーバーサイズなジャケットがタイプなんですけど、これがね結構のオーバーサイズで、肩パッドも結構分厚いのがついてたりとか、もともとオーバーサイズのジャケットなんですけど、サイズがちょっとなくって、本当は M が良かったんですけど、泣く泣く L サイズを購入したんですよ。結構な肩幅が広くてですね、がっしりとした感じにはなるんですけど、でも私はそれが可愛いなっていう風に思うので、好みは分かれると思うんですが、自分気はいいのでこれも買ってよかったなっていう風に思います。良質な感じのしっかりとした素材なので、とても高見えもするし、これ1枚羽織るだけでコーディネートが一気にかっこよく見えるので、このジャケットもすごく好きですね。結構着てるかな、これこの前の誕生日の時にも着てたんですけど、すごく可愛くてお気に入りです。はい、ということで以上が H&M の購入品でございます。続いてザラに移りたいと思います。まず一つ目がじゃじゃーん、こちら。もうタンクトップの季節ですね。まださすがにタンクトップでは出られないですけど、これからどん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 暑くなっていくと思うので、あ、私の嫌いな夏がやってくる。ただのタンクトップじゃなくて、結構素材もこういった伸びる感じのサマーニットかな、これはちょっと透け感のあるニット素材でリブになっているので、縦線も意識されてちょっと細見えもできるかなというふうに思うんですが、サイドがこんな感じで、これもあれそうだ、カットアウト的な感じのデザインなんですけど、一部分肌がちょっとチラ見えするような感じのデザインになってます。紐がついてるのでもっとギュッとやったりとか緩めることもできるし、ちょっとこれシャーリングなんかもついたりとかしてて、これも可愛いですよね。私あんまりピタッとしたタンクトップがそんなに好きではないので M サイズにしました。続きまして2つ目がじゃーん、こちらでございます。これね、こんなスケスケで大丈夫なんて話だと思うんですけど、これ1枚で着るのはさすがにあれなので、中にキャミソールとかを
着てその上から着るようなシースルーのトップスでございます。シースルーも今年の春トレンドなのでぴったりだなと思って買ってみたんですけど、本当こういう何の変哲もない透けたトップスですね。一応長袖なので春先とかいいんじゃないかなっていう風に思います。これだったら中に白のキャミソールとかを着て上から着る感じになるかな。柄付きのものとかでも可愛いと思うし、もちろんブラックとかでも合うと思うんですけど、レイヤードして着ていきたいなって思います。結構胸元はガバッと開いてるんですけど、レイヤードすることを考えるとこのぐらい開いてても大丈夫なのかなっていうのは思います。袖も結構長めかな、しっかりと長さがあります。続きまして3つ目がじゃーん、こちらベストを購入しました。こういうベスト私あんまり持っていなくって挑戦してみようと思って買ってみたんですけど、これ実はセットアップでスカートとベストのセットアップだったんですけど、スカートって言ってもスクールガールっぽいプリーツの入った短めなスカートだったので、セットできたらめちゃくちゃ可愛いと思うんですけど、私そのスカートちょっと履きこなせる自信がないというか厳しいなと思って今回はベストだけにしたんですけど、ではこれもいろんな着方があると思うので、こういったシャツとかに合わせても可愛いと思うし、普通に T シャツとかと合わせても可愛いと思うし、マンネリ解消アイテムかなっていう風に思ってて、夏とかってやっぱ T シャツ1枚でデニムとかやっぱり多くなってしまうんですよ。それもそれで可愛いんですけど、ちょっとこういった軽めの上からポッとエイヤードできるようなアイテムがあるとすごくコーデの雰囲気も変えられるんじゃないかなと思って今回買ってみました。後ろにはこんな感じでベルトがついてたりとかするので、ここもまたおしゃれなんですけど、ブラックとブラウンなのかなのストライプになってます。まあ、なのですごく使いやすいですよね。続きまして4つ目がじゃーん、こちら。ちょっと今回ねトップスが多めなんですけど、クロップド丈のシャツになります。最近こういうシャツよく見かけていて可愛いなと思ってて、ザラ見てたらあったので、あ買ってみようと思って購入してみたんですけど、ウエストのところに紐がついているのでクロスして縛るみたい なんかそういう感じのトップスなんですけど、でも袖は長袖っていうこのバランスがすごく私は可愛いなと思います。まあ、これも普通にシンプルな感じでデニムとかと合わせたりスラックスと合わせたりとか、まあ、そういう感じで着るかな。ジャケットとパンツのセットアップの中に着たりとかしても可愛いですよね。これはやっぱりショート丈なのでハイウエストのボトムスとかと合わせるのが私はおすすめです。続きまして5つ目がじゃーん、こちらでございます。今回ちょっと初めてのパンツかな、トップスがやっぱ今回多かったんですけど、このボトムスがすごい可愛くて一目惚れで買ったんですけど、やっぱりこういう素材なのでシワになりやすいというか、もともと畳んで送られてきたのでその畳んだ跡がちょっと目立ってしまってはいるんですけど、アイロンとかをかけながら着ていきたいなっていう風には思うんですが、これもすごい履き心地がいいし可愛いんですけど、紐も同じ素材なんですね。こういうちょっとテロテロっとした感じの素材なので、この紐がね一回縛っただけだとすぐスルって取れちゃうんですよ。普通にいつも私ここはリボン結び蝶々結びするんですけど、これだけだとね本当にこうマジでスッて取れちゃうんですね。だからそれがちょっと履きづらいなっていうのはあるんですけど、リボン結びしてもう一回リボンの部分を普通にこうギュッと縛るか、なんかそうやって工夫して着ないといけないんですけど、でもこれもすごく楽ちんだし、このラインパンツって結構スポーティーになりがちなアイテムなんですけど、そのアイテムをあえてこういったちょっと光沢感のある上品な素材を使うことでカジュアル感がすごく軽減されて、そこのバランスもとっても可愛いなと思ってこちらを買いました。でこれね私オンラインで買ったのでちょっとサイズが分からなくて S サイズと M サイズを頼んだんですけど、まあ、試着してみたら S サイズの方がサイズ感が良かったので M サイズは返品しました。 ZARA と H&M はね返品もしっかりできるのでそこもいいなって思って、私は結構本当にお試し感覚で買ったりとかもするんですけど、このパンツもね普通に T シャツとか合わせても可愛いしキャミとかでも可愛いし、なんかすごくストンとした感じのパンツなのでオーバーサイズのトップスとかにも合わせやすいかなっていう風に思います。はい、では続いてで、ね、ラストになります。ラスト6個目がじゃーん、こちら。ついに私ハーネスベルトを買ってしまいました。ハーネスベルトって前からあったアイテムではあると思うんですけど、ここ最近で結構グググッとトレンドが増してきてるのかなって思ってて、抵抗がある方は抵抗あるかもしれないんですけど、普通に T シャツの上に合わせたりとかで、結構上級者の方とかだったらジャケットの上からこれをさらに合わせたりとかするスタイルもあるんですけど、意外となんかさっきのベストの感覚に近いのかな。つけるだけで一気に雰囲気が変わったりするので、そんな感じのイメージで使えるアイテムかなっていう風に思います。例えばなんか無地の T シャツとかだとちょっとなんか物足りない感がたまに出ちゃうなっていうのもあるし、 T シャツワンピとかすごいワンパターンになりがちじゃないですか。だいたいシルエットがこう大きめのブカッ
とした T シャツを着てスニーカーやらマーチンやらブーツやら履くと思うんですけど、結構ワンパターンになりがちだと思うので、そういう時とかにこういったアイテムがあると上からつけるだけで一気に雰囲気も変わると思うので、これもまあ割と活躍してくれるアイテムじゃないかなっていうのは思います。これはねカーキとブラックがあったんですけど、私はまあ無難にブラックを買いました。はい、ということでこんな感じで最近の私の H&M と ZARA での購入品は以上になります。結構久しぶりの購入品紹介だと思うんですけど、デザインも可愛いものも多かったりとか、結構掘り出し物アイテムとかもあったりするし、 H&M とかはすごいお安いやつもあるんですけど、こういったジャケットとかは H&M の価格帯からするとちょっとお高めなアイテムで、なんかそういうアイテムとかも結構最近多くて、なんていうシリーズだったかな、なんかねそういうのがあるんですよ。コンシャス、 H&M コンシャスかなんかみたいな、わかんないんですけど、なんかそんな感じのシリーズがあって、そういったアイテムとかだったらちゃんとした日っていうとあれですけど、今日はちょっと綺麗めに行きたいとか大事な日っていう時とかでも着れるアイテムもあったりとかするので、なんかそういうのを見つけるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで最近の私の購入品を紹介してみました。またちょこちょこ多分お買い物すると思うので、溜まってきたら紹介していきたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。